ブリーチブリーチの登場人物、クチキルキアクチキルキアは、久保タイト作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ、ブリーチに登場する格空の人物で、同作の準主人公である。アニメでの声優は、織笠カ子。ミュージカルでの俳優は、佐藤美希、海地チ実写映画での俳優は、杉咲花。森帝13体の13番隊に所属し、 物語開始時に、初めての現世駐在任務として、空座町を担当している女死神。一人称は、私。口癖は、馬鹿者、たわけ。黒髪のセミロングで、後ろ髪が跳ね、真ん中あたりの前髪が鼻の付け根を通って、左斜め下に向かって伸びている。外見は小柄で、勇士と体格が似ている。小継ぎ曰く、どこか気品が漂っている。 基本的に古風な固い言葉遣いで話し、男まさりで気が強いが、自分より相手を気遣うこともできる優しい性格。過去のトラウマや、現在の複雑な境遇もあって、かなり繊細。年齢は約150歳前後。空座町駐在任務中に、黒崎家に入り込み、黒崎一吾と出会う。巨に襲われた一守とその家族をかばって、 重症を追い占闘不能状態となるが、一か八かの方法で一守るを死神化させて、窮地を脱し、自らは引き換えに死神能力をほとんど失う。しばらくは義務黒に入り、能力回復するまでのつもりで一守るに死神代行を任せ、その活動をサポートする。その間は一守るの部屋の押し入れに潜んで住み、現世で一守るの学校に潜入して、 高校生活を送る。昔は、剣術の際が乏しく、軌道は得意で、魔王霊術院でも高成績を残しているものの、入隊時には、森邸隊員としては、並程度だった。一般隊員の時から石管クラスの実力を秘めているが、儀系の根回しもあり、危険度の高い任務に参加する機会は海つばめ、殉職事件以外では、ほとんどなかった模様。 基本的に冷静で気まじめな性格だが、お茶目で愛嬌がある。うさぎグッズには、目がなく、特に、ソウルキャンディーのチャッピーが好き。何かを説明するときには必ずうさぎのイラストを描いて説明するが、絵は下手で、いつも一守るに突っ込まれている。義兄と同じ方向に美的感覚がずれている。現世で高校生活を送っていたときは、クラスメートの前では猫をかぶって妙な宿女キャラで、 通していた。死神大公編では、一森以外の黒崎家に気づかれないよう潜んでいたが、破面編では、泣き落としの嘘をついて、彼らの了承を得て同居している。趣味は高いところに登ること。好きな食べ物はキュウリ、白玉あんみつ、グラビアカレンダー、ホワイトアレゴリーが発売されている模様。すべての事態が集結した後、十三番隊新隊長に就任する。 マオレイ術院に入った後に大貴族の旧木家に養子として迎えられ、以降くつきじなりの義妹となる。白老なりから養子に臨まれたにもかかわらず、礼遇されることに戸惑いと寂しさを覚えていた。愛染無本発覚後、養子の剣が姉の願いであったことを打ち明けられ、以後は歩み寄る。小説ザハニーディッシュラプソディーでは、 ルキアが療養中の白なりのために料理に奮闘するなど、義兄妹の間にあった溝を埋めるエピソードが描かれている。以前の彼女の料理は、こいつぎ曰く寿命が縮みそうなほど、ひどい味だったらしいが、作中での料理の出来は悪くなかったようだ。休木家に入った後、十三番隊に入隊。芝海つばみを尊敬していたが、ある現場で、巨と同化した、彼を殺害する。 海燕が巨に操られていた状況とはいえ、その行動の動機の主体が自分の感情であったこともあり、この事件が心に暗い影を落とし、海燕の死に対し自責の念を抱え続けた。このことは彼の定前との確執をもたらし、アーロニーロ・アルルエルとの戦いにまで影響する。イチマモルにとっては自身と家族を救うために死神の力を与えてくれた恩人であり。 織姫はルキアをイチマモ守の世界を変えた人だと評している。ルキアにとってのイチマモ守は初めて会った時からなぜか信じることができる特別な絆を感じさせる存在と感じていた。また互いに雨の日に起こったトラウマを持ち、両者が関わり合う過程の中でそのくらい過去から脱却し、一歩前へ進む力を得ているようにいい影響を与え合う相手である。 処刑から助けられ己の居場所を自ら、屍魂ともしい会と定めた後は、守り守られるような関係ではなく、戦士として対等な立場で一守るとともに戦おうとしている。同じ犬釣り出身の浅木、小次とは幼馴染みで、そこで出会った時から、当時の仲間と一緒に生活していた。共に霊術院に入学したが、霊力の違いにより、クラスが分かれ、 さらに、旧牧家との養子縁組の話により、気遣う心が、裏目となって一時期疎遠になる。保学寺は、白なりと共に、敵のごとく現れたが、処刑の際には、恋いつぎと和解する。その後、現世派遣や虚剣突入では、行動を共にする。物語の最後にて結婚。娘のいちご花を授かる。今日を倒すために力を一気に使ってしまったため。 タバコの箱ほどの大きさに体が縮んでしまい、力が戻るまでの一週間一守るに代行を任せることにする。一週間経って力が回復し、大きさも元に戻ったため、屍とマシしい会に帰ることになるが、実は一週間の間の出来事が原因で、帰国資格が剥奪されており、現世に止まることになる。本編と異なり、死神極東方面軍第三部隊所属。 任務中に一守ると出会い、虚によって負傷したため一守るに力を渡して、義黒に入り、回復を待つこととする。一守るの家にも居候し、高校にも通う。戦いの中、一守るに死神や虚のことを教え、他の原石組とも関わっていくことになる。やむを得ない事態だったとはいえ、死神能力の人間への譲渡という重罪を犯したことを咎められ、 しかばね魂会に連れ戻され処罰を受ける。処刑が迫る中、かつて自らが犯した罪を思い、犠牲を強いてまで助けられることより処刑による死を受け入れる心境に陥っていた。後に、藍染めがかつて言った、巨の死進化の実験という経緯が、海ツバメの死の裏にあったことを知る。一時は、藍前宗助の暴略により、死刑囚となったが、一守るや、 小ぎや白ナりらに助けられ、無事解放される。処刑中止後に、海津波の妹、空鶴に海津波を殺したことを謝罪、芝家との間のわがかまりが解ける。その後、自らの意志で屍隈飛ましい会に残ることを決意する。屍隈飛ましい会で徐々に死神の力を取り戻していき、破面の現世襲来を受け小泉らと共に、現世へと派遣され、 一守るたちと再会、黒崎家の居候として先見隊の活動をする。グリム城たちが空座町に襲撃してきた際には、破面理、ロイリンカーを袖白雪で倒した。藍染め及び破面との決戦に備え、裏原に戦線離脱を通告された織姫と二人で、屍根魂会で修行を始める。三度目の破面襲来時に拠見に連れ去られた織姫を、 救出するため、一度は山本元や奈最重国の、厳命により他の先見隊メンバーと共に、屍で魂界に連れ戻される。白なりに後押しされ、小ぎと共に一守るたちの後を追う形で巨剣に潜入し、ルヌガンガを倒して一守るたちと合流する。アーロニーロ・アルエリとの交戦で、相打って、重傷、ゾマリにとどめを刺されそうになったところを救援に来た。 白なりや花太郎に救われる。巨剣に遊兵された後は、花太郎に、傷の治療を受け回復し、スタークに再び連れ去られた織姫の救出に向かう一、守るを小、小次チャドと共に援護、総打ち部隊及び、隊長のルドボーンと交戦。ルドボーン戦勝利後は、小次チャドと共にヤミーと交戦し、 刀剣解放した闇に圧倒されるも、ウルキオーラを倒して戻ってきたイチマモ守に窮地を救われる。空座長決戦終結後はイチマモ守の力の消失に伴いイチマモ守と別れる。イチマモ守と再会するまでの間に13番隊副隊長へと昇進し、髪も以前より短く切っている。イチマモ守の窮地に裏腹や一心と共に現れ、 体調くら死神の霊圧が込められた剣を突き刺す。ことで一守るに死神としての能力を取り戻させ、後に、こいつに、白なり、剣八、一角、筆外やと共に、還元術者との決戦に参戦する。そして、毒神ネイリイルカと交戦するが、リルカの還元術で気絶させられ、心身の中に入られてしまった。しかし、 一守ると銀城との戦いを見ていたルキアが、心の中で一守るによって屍魂,魂界100万年の普遍がことごとく覆されたと思ったことで、それを聞いていたリルカの心を変えることになった。小説、ザベスセーブザストロベリーでは、織姫と語らったことをきっかけに一守に死神の力を取り戻させようと決意し、裏原がそのために開発した。 複数の死神の霊圧を込められる剣に、霊圧を込めさせようと行動していたことが明らかとなる。当初は人間への死神能力の譲渡は重罪である。ため、問題ごとに巻き込ませない配慮から筆がや以外の筆がや先剣隊メンバーと花太郎に動く日に呼びかけたが、その動きが森邸十三体内で広まり、一守モルに感謝する一般大使の霊圧までも集うようになった。 最終的に銀城出現の一方に伴い、このことを元柳祭にも知られるが、原作にあるように一守るに死神の力を取り戻すことが森邸十三体全体の総意となったため、これまでの活動の問責は不問となる。屍魂魂会に攻め込んできた星十字騎士団の一人と交戦している最中、白なりの危機を感知して、向かおうとした隙を突かれて、重傷を負う。 その後、霊万体によって一守る、白なり、小泉と共に、霊王宮へ連れて行かれ、麒麟殿の白骨地獄と、血の池地獄で治療を受ける。回復後は、霊万体の兵士部、一米の霊万里殿で小泉と修行していた。そして修行を完了し、小泉と共に、トロ霊殿へ到着する。帰還後は義兄、白なりの万字会を奪った S のドと対峙。 修行により身につけた袖白雪の真の力と、万次会、そして復活を果たして後から駆けつけた白なりの助けも、受けてエスノとを撃破した。その後、一守が夕葉幕派のもとに向かうための時間を稼ぐ、ため、恋次と共に、バズビーと対峙する。その後は滅却した地と協力関係となり、裏原を含めた森帝十三体の隊長格と共に、霊王宮へと向かう。 その先で、星十字騎士団のジェラルドに妨害されるも、白なりや剣八、室外やらの援護で夕バフハのいる部屋へと向かう。そして、最後の戦いへと向かう一守ると、恋次を織姫と共に見送る。滅却師との戦いの後、十年後に十三番大隊,隊長へと昇進する。また、恋次と結婚し、アサインイチゴバナという死神見習いの娘が誕生している。 残白刀の名は、袖白,雪アニメザン白刀異分編で実体化した袖白雪の、詳細は、ブリーチ残白刀異分編実体化した残白刀を参照能力解放とともに、刀身も唾も柄もすべて純白の形状に変化し、塚頭に先の長い帯がつく。霊気を用いた技を繰り出す、氷雪系の残白刀。現在、 屍カバネ魂会で最も美しい斬白刀。袖白雪から繰り出される技、初の舞、月白、次の舞、白さざ波は、共に芝海燕との修行のもと編み出した技である。残白刀病では2位を獲得している。この残白刀の真の力は、所有者自身の体温を標点以下にすること。 自らの体温を下げて、自身に触れたものを凍てつかせることがこの残白刀の進化で、刀は氷結範囲を広げるための腕に過ぎない。この力を発動させて、自らの霊子を制御することにより一時的に肉体を死亡させることが可能で、その肉体の中では全ての分子運動が停止する。介護は、前、袖修羅行き。万次界の名は、白霞罰。 発動には体を力になじませるための時間が必要で、温度は絶対0度まで下げることも可能。しかし温度を下げれば下げるほどに活動限界時間が短くなり、絶対0度下では4秒しか動くことができない。さらに力を解除して体温を元に戻す際には、時間をかけて徐々に温度を上げなければならず、一気に解こうとすると体組織が崩壊する危険性を持つ。 能力解放と共に髪飾りをつけて着物をまとった美しい表像のような姿となる。解放と同時に凄まじい霊気を周囲に放ち影響下にあるものを一瞬で凍てつかせる。完全に凍てついた敵は氷のゴミとなって砕け散り欠けらすら残らないほどの威力を持つ。同時に前述の対組織崩壊の危険性の度合いも上がり、半歩でも万次会の解除を誤れば、 命を落とすほどになる。軌道に秀でており、上級軌道を使用できるだけでなく、栄章破棄や二重栄章といった高等技術を使いこなす。初期の頃は、一守るの回復も努めていた。死神の力は、完全に回復していない状態ながらもバウント、襲来により、現世に派遣され、一森ールとの再会を通じ、彼らと共闘する。戦いの中で、バウンと 馬橋のドール、リズにより、死神の力を引き出される形で、死神化し、リズに操られ、織姫への攻撃を強いられてしまう。屍魂魂回帰間後、13番隊に合流しようとした矢先に、バウントよしの猛攻に愛獣章を追い、絶体絶命に陥った際に白なりに救出された。その後は、戦線離脱するが、一守とカリアの戦いを見届け、 戦いの終了後は再び休木家で療養する。織姫を助けるために、恋次ぎと共に巨剣へ乗り込み一守るたちと合流するが、メノスの森に迷い込み、そこで巨に襲われそうになったところを助けてくれた死神、アシドと行動を共にする。アシドを説得して屍魂会に行くように、進めるが、アシドが、カズとメノスの森に残ったことにより、 自分が足シに同じ死神である愛染めが裏切ったことを告げずにいたことを悔やんだ。本編とつながらない独立したストーリー。現世にて市守るの家に同居し、高校にも通いながら市守るをサポートしている。ある日、屍ネタマシー会の上流貴族、霞王子やの姫、霞王子、ルリチヨが現れ、殺し屋に命を狙われているために市守るに護衛を、するよう促し、 ルキアもサポートすることとなる。殺し屋の一人である、道虎と対決し、自滅もあったとはいえ何とか退りける。その後、ルリチヨが、ショックで帰ってしまい、イチマモ守と共に後を追ってイチマモ守をサポートする。本編と繋がらない独立したストーリー。造反した残騙しい刀たちが暴れ始める中で、自身の残白刀である、袖白雪の攻撃で瀕死の重傷を負い、 現世へと逃げ込んだ際に一守るに救助された。騒乱の中で、行方が知れない白なりの身を案じて屍魂界に戻り、再び、袖白雪と対戦。ルキアが自分の力を独占していると感じる、袖白雪の思いを知り、自身を苦しめるために、大切な人たちを葬り去ろうとする、袖白雪と完全に決別する決意を固め、袖白雪と相打ち、 その後に四番隊に救出された。村正が、現世に向かった後、戦闘している市守るたちの元に駆けつけ、ゆりによって復活した袖白雪で共に戦った。霊力の減りつつある市守るをサポートするために現世に、残り、黒崎家に同居している。ある日、市守ると共に巨体児をしていると、今が倒れていた謎の少女、もちみを連れてきて、 霊力を全く感じなかったことを不思議に思ったため、技術開発局に連絡する。そんな時、屍魂ー会で事件が起こったためルキアは、屍魂ー会から市守と共に戻る命を受ける。市守は、事件の首謀者の影岡す助の罠で囚われてしまうが、ルキアは救い出して、技術開発局から情報を得、夜市の援護もあって何とか逃げ出すことにする。その後、 影狼助の作った偽の死神たち新軍が現世に襲撃し、ルキアは自分の霊袋と対決するが、霊袋はオリジナルより性能が高いため、ルキアは破れて戦線から離脱する。その後、回復して持ち実の覚醒にも協力し、攻めてきた霊袋の城なりと対決した。終盤は待機し、屍魂会での決戦に駆けつけて、 影狼助と対決する。事件解決後も、黒崎家に同居して市守るを最後までサポートした後、市守るの霊力が完全消滅したため、別れを告げた。劇場版、第3作、フェード2ブラック君の名を呼ぶでは、キーパーソン。恋次と出会う以前に、犬釣りで、幼い師弟と過ごした過去があったが、記憶を刈り取る虚に取り込まれた死神の襲撃で、離れ離れになり、 それ以前の過去を失っていた。その当時は名前がない指定に名前を付ける約束をしていた。ありがとうございます。